はい、次に乙北俊さんの質疑を行います乙北俊さんえ、日本医師の会の乙北俊です昨今議論となっております放送法の文書問題について私は政府予算案の審議という本委員会の本来の指針に基づいて主に公文書管理と放送行政の在り方に関する未来志向の議論を行いたいと思いますので総理か関係の皆様よろしくお願い申し上げますえ、今回この問題が こじれにこじれてしまっている第一の要因に行政文書の正確性が過剰に争点になってしまっていることが挙げられますまずこの点3月10日に内閣府独立公文書管理官から行政文書の正確性の確保についてという要請文書が各行政機関に送付されたと側分しますがこれは事実でしょうか担当の大臣に伺います岡田規制改革担当大臣お答え申し上げます 去る3月10日、内閣府独立公文書管理官および内閣府大臣官房総合政策推進室長から各行政機関の総括文書管理者、主に官房長などでありますが、これに対して行政文書の正確性の確保の重要性やそのためのルールについて各職員に周知徹底するよう要請を行ったところでございます。 北俊さんこの文書、私も実物拝見しましたけれども、まあ、ちょっと正確性の確保をです、ね、あまりにも現場に丸投げしすぎではないかということで、まあ、現場から厳しいという声も上がっているんですが、まあ、こうした要請を出しているということは、まあ、内容としてすべてが正確ではない行政文書があるということは、まあ、現段階では事実上、お認めになっているということではないでしょうか。 これ事後にあれこれということは簡単でも、作成するその場で常に客観的に正確であることを求めるのは、いくら官僚の皆様が優秀でも、これは極めて難しいことであります。そもそもの行政文書には、どこまでの正確性を求めているのか、意思決定過程における職員の所管、伝聞の記録に客観的な正確性を完璧に求めることは、これは不可能ではないかと考えますが、担当大臣の見解をお伺いいたします岡田規制改革担当大臣。 お答え申し上げます音喜多委員ご交渉のとおり行政文書の定義については公文書管理法において行政機関の職員が職務上作成しまた取得した文書であって当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものと定められており正確性に関する定めはございません。しかしかながら 公文書管理法第4条において、行政機関は意思決定過程や事務事業の実績を合理的に後付け、または検証することができるよう文書を作成しなければならないとされておることも事実でありまして、委員がお触れになった政策過程における職員の所管や伝文の記録を含めて、できる限り正確性の確保を期するべきものと考えております。 とこの質問をしている意図はです、ね、何もあの正確じゃなくていいとかです、ね、行政文書を貶としめたいわけではありません、これ、後ほど、まあ、総理にも改めてお伺いしますけれども、今回の報道で、まあ、霞が関の役所の皆様が、まあ、完璧を求めるあまり、メモや記録を残さない組織になってほしくないからなんです。 私も東京都議会議員のときに、百条委員会というものを経験しまして、行政文書を段ボール何十箱分も都庁から出してもらったことがあります。その中には、まさに作成者のメモ書きや、内輪のみで共有されるものであって、知事や副知事は預かり知らぬもの、組織としての正式見解とは異なるものも多数ありました。ですから、ある行政文書について、事後的に不正確な内容が見つかるということ、これはままあると思います。で本件であれば大事なのは 実際に放送行政が歪められたのかどうかという点であって、その観点からすれば一連の行政文書の中においても高市タナ大臣は決して話題の中心ではありません。えー、ただまあしかしながらですね、売り言葉に買い言葉だったのだと思いますけども、まあ、高市大臣は不正確とご自身が考えられる文書についてまあ熱刀というですね強い言葉を使われて、まあ、ご自身の出所進退にまで結びつけてしまわれました。 まあこれはですね不正確な文書であるなら、淡々と当事者の目線から事実関係を説明すれば、ここまで論点がずれることもなかったと私は思うんです。万が一にでもですね自分が作ったメモが原因で大臣の首が飛ぶようなことがあったら、役人の皆さんはこれ怖くてメモなんて作れなくなってしまうということもあると思います。なので、高市大臣、私はですねことさらに謝罪することも、大臣が辞任する必要もあるとは全く思いません。が 熱造という強い言葉を使って、自身の出所進退にまで結びつけてしまったのは、いささか勇み足だったのではないでしょうか、ここまでの議論を冷静に振り返り、やや行き過ぎたという点については、撤回または軌道修正をされるおつもりはないか、これまでの経緯も含めて、高市大臣の見解を改めてお伺いいたします高市国務大臣。 えまあ私に関する4枚の文書につきましては、ありもしないことをあったかのように作ることという意味で、捏造と発,電を発言をいたしました。あの一昨日、私が事実と異なると考えている点については、本委員会に提出をさせていただきました。 あのまあ、私の名前が勝手に使われた不正確な文書であるという私の考えは変わりません。で私は4枚の、えー、文書に書かれているようなことはありえないと、えー、確信を、えー、しておりましたので、まあ、奈良県の有権者の皆様にご迷惑をかけることもないと、えー、考えましてあの、小西委員からの、まあ、仮にこれが捏造の文書でなければ、大臣、そして議員を辞職するということよろしいですねという、えー、ご質問に対して、結構ですと。 答弁いたしました。まあ、他方、あの小西に対してはまあ、千葉県の有権者から託された大切なあの議席をかけるようなことを申し上げるつもりもございません。まあ、その上で、あの時隊員がえー、まあ、問題の本質からちょっとずれてるんじゃないかという。まあ、あの指摘をされましたので。 あのこの際申し上げますが、まあ、そもそもあの立憲民主党の委員の皆様の問題意識はです、ね、私に関わる4枚の文書に共通する点であり、まあ、問題の本質でもありますが、まあ、総務省が平成26年以降、えー、磯崎総理補佐官の影響を受けて、平成27年2月以降は、私や安倍総理まで加担して、平成27年5月12日の参議院総務委員会における私の答弁によって、放送第法第4条 が規制する。 このののの放送の政治的公平の解釈を変更したのではないいいかとととうことだったと思いますでも、私の答弁がです、ね、磯崎補佐官の影響を受けたものはないことについても、その証拠となる書類を去る3月16日に提出をいたしました、あの平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁については、委員会前日の平成27年5月11日に初めて担当課が作成した答弁案を見ました。 でその案を見たとき、特に番組全体を見るだけで1つの番組を見るという従来の解釈を超えて、番組全体を見ずに1つの番組を見る場合があるように誤解を与えないのかという点が気になりました。まあ、そこですですににに委員会に提出した証拠資料にもある通り大臣室を通じて 担当課に論点整理を求め、まあ、担当課から資料をいただき、まあ、自ら論点を整理して、えー、確認をしました。あの翌5月12日の総務委員会は、あの総務大臣として、まあ、私が責任を持って答弁をさせていただきました。まあ、仮に平成27年2月13日とされる文書の時期に、まあ、私や大臣室の職員が担当課から文中にあるような、 放送補佐官からの伝言や、番組全体で見ることと、一つの番組で見ることの関係など、放送法の政治的公平に関するレッを受けて、その後も論点整理を続けていたなら、その3ヶ月後のですね、日深夜まで。 翌日の答弁ぶりについて大臣室と担当課がやりとりをする必要はございませんでした。もうま、まとめますが、あの、しかし、その、二十七年二月十三日の劣と、あの、される日以降ですね、五月十二日の答弁前夜まで、あの、私に対して、 あの政治の、放,放送の政治的公平に関するレスが行われたという記録は、小西委員が提出した資料の中に入っていませんでした、まあ、これが何より不思議でございます。 んさんあの高市大臣もあの言いたいことがたまっていたんだと思いますが、私の質問時間がだいぶなくなってしまいましたので、ああ事実関係についてはね、またいろんなご意見があると思うんです、ただ、最初にご答弁いただいたように、お互い有権者の思いを背負ってきたものどうしですね、これは何も、収拾、進退、掛け合うようなことではないというようなご認識に、少し軌道修正させていただいた、されたということでいいのかどうか、ここだけ一言お願いいたします、はい、高市国務大臣、答弁は簡潔にお願いします。はい 相手,にかあの相手様に対しては決してそのような選挙区の有権者の方の思いを、えー、無駄にするような、まあ、そのようなことを申し上げることは決してございません。 はい、いとさん。ああ、はい、ありがとうござまます。まああの大臣はですね、役所のじゅ職員の上司でもありますから、その言葉って私はとても重いようだと思うんですで。放送行政とこの政府の関与については、これ、後ほど総理も含めてお伺いいたしますので、もう繰り返しになりますが、私が危惧しているのは、まあ、こういう意思決定過程における伝文メモや、立案担当者の所簡メモについて、まあ、やっぱ将来、捏造というふうにまで言われてしまうんであれば、またそれが原因で、一人の大臣や議員が出処身体かけ合うようなことがあるのであれば、記録して保存することはできるだけやめとこうかなと。まあ、官僚の皆様がお 持ってしまううんででではなないいかということここすね、まあ、そこで総理にここで伺います、まあ、総務省より公表されたような役人のメモは、政策決定過程の一部が分かるものであって、歴史的にも価値があって、積極的に作成し続けるべきではないかと考えますが、この総理からのご評価と、また今回のケースが明るみに出て、まあ、行政文書の正確性がことさらに争点になったことによって、萎縮効果が生まれる恐れがあって、そうした懸念を払拭するメッセージを総理自ら発信する必要があると考えますが、総理のご見解をお伺いいたします。 あのまずあの公文書では、まあ、現在および将来の国民への説明責任を全うし、民主主義を支える極めて重要なものです。公文書管理法第4条において、意思決定過程や事務、事業の実績を後付け、または検証することができるよう、文書の作成義務、これが定められております。 こ,のこうした文書の作成にあたっては、決して萎縮することなく、平成29年のガイドラインにこの基づいて、正確性の確保を期することが必要であると考えております。 本北俊さん意識することなくというメッセージいただきましたが、これ、しっかり記録すること、私から改めて官僚の皆様にもお願いしていきたいと思います。でその上で、本件で私が最も問題であると考えていることの一つが、まあ、総理補佐官と官僚の接触が内容面でも手続き面でも適切であったかどうかです。まあ、接触ががあったことはご本人も認められていますが そもそも当時の磯崎総理補佐官は、国家安全保障および選挙制度担当の補佐官であって、放送行政は単務としていなかったはずです。で本件は大臣というより、むしろ補佐官と官僚との接触に問題があったと考えられます。でまず一般論として、補佐官は単務でない事案につき、行政組織に指示ができるのか、内閣官房の長であり、行政各部の調整役である官官房長官にお伺いをいをたします松野官房長官。 お答えをさせていただきます内閣総理大臣補佐官の職務は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な政策、その他の内閣の重要政策のうち、特定のもの,ものにかかる内閣総理大臣の行う企画および立案について、内閣総理大臣を補佐することであり、もとより政策を決定したり、 行政各部を指揮監督したりする立場にはありません。行政組に指示はできないと、これ、明確な答弁いただきました、そうだとすればです、ね、本件について言えば、担当外の事案について、総務省に指示、要求をしていた補佐官の行為を許していたこれは官邸のマネジメント法に私は根源的な問題があったんではないかと考えますが、この点、総理、どう思われますか見解を伺います松野内閣官房長官。 お答えをいたします総理大臣補佐官は、総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち、特定のものの企画および立案について、総理を補佐することをその職務としており、まあ、先ほど申し上げましたとおり、もとより政策を決定したり、行政各部を指揮監督する立場にはありません。総理大臣補佐官の補佐を受けた結果としての政策の内容や成果等が、 国民に説明されることが重要であって総理補佐官自身の活動報告を義務づけることまで必要とは考えていませんが、それらの政策の内容や成果等は、担当省庁において行政文書として記録管理されるべきもの、説明されることになると承知をしております。 ちょっと次の質問、先取りしたような、ね、ご答弁いただいたんですけれども、まあ、これですね、当時の官邸のマネジメントが果たして妥当だったのかどうか、これ、現内からに生かしていただきたいと思うんです、で今、官房長官からあったんですけれども、まあ、特定の職務についてのまあ役割があるということで、まあ、総理補佐官の職務というのが、記者総理の補佐官、何をやってるのか、正直、外部から全く私には分かりません。 で活動報告が求められておらず、ですね首相同棲など報道でも、総理との接触が見えてきませんが、これ、今の内閣ではそれぞれの補佐官に何を総理は求めているんでしょうか、また今回の問題を受けて、ですね例えば補佐官からもですねか国民への活動報告を義務づけるとか、情報を積極的に解除させるべき、そういう方法を考えるべきだと思いますけれども、これ、総理のご見解をお伺いいたします、はい、岸田内閣総理大臣。 はい、あの私の内閣においても、えー、総理補佐官を、えー、置いております、えー、それぞれ、えー、安全保障であったり、あるいは国際人権問題担当であったり、うん国内経済、えー、さらには女性活躍、えー、LGBT 理解増進担当、えー、さらには、 国土強靭化および復興等の社会資本整備並びに科学技術、イノベーション政策その他、こうしたそれぞれ端務を持っているところであります。それぞれについて、その端務を担っていただいておりますし、それに関連して幅広い情報収集等の活動をしてくれていると。 認識をしておりますこうしたものについては、見えないというご指摘がありましたが、さまざまなこの活動をする、その結果については、その内容や成果、この担当省庁において、行政文書等として記録され、管理され、説明されるものになると承知をしております。 おときた君先の官房長官のご答弁と総理のご答弁を踏まえると、いわゆる結果の,のみだけがです、ね、あの省庁側の方に記録をされているということなんだと思うんです、で確認なんですけれども、まあ、この総理補佐官の行動や情報が不透明だからこそ、その存在意義が国民にうまく伝わらずに、そして今回の放送法の件のように、いわば暗躍する補佐官というような疑惑が生じるんじゃないかと、私は懸念をしています。てててここれももう一問官官官房長官お聞きししますけれども補佐官ののの行動や業務ににについて国民への説明に資するそして後に外部 から検証可能な公文書や資料というのは、官庁側じゃなくて補佐官側の方に、これは残っているんでしょうか、この点、官房長官、いかがでしょうかまずの内閣官房長官。お答えをさせていただきます、総理補佐官は内閣ごとに任命され、任期が終われば、文書は廃棄されることとなっております。 これね、非常に大事な点だと思うんですよね、たくさんいる補佐官、それにまつわる公文書とか資料とかは、変わるごとに全部廃棄されていると。 周りで働いているたくさんの官邸スタッフが作ってあであろう、補佐官管理の資料は、これはちゃんと公文書扱いでちゃんと保存されず、全部内閣変わるために廃棄されるということなんですよね、ここ私、地味だけど本丸の一つだと思うんですよ。総理補佐官側、官邸側に今回、何らかの資料が残っていれば、当時の磯崎補佐官の行動によって、放送行政にどのような影響があったのか、省庁側だけじゃなくて、逆サイドの官邸側からも、これ検証可能だったはずなんです。で総理 これ補佐官の関連業務についても再発防止のためにこれも含めて記録と資料今後は公文書として残すということを私は強く提案したいんですけども総理の見解をお伺いいたします松野内閣官房長官お答えをさせていただきます総理大臣補佐官の補佐を受けた結果としての政策の内容や成果等は先ほどお答弁させていただきましたが担当省庁において 行政文書等として記録管理され、説明されることになると承知をしております結果のみなんですよね、総理、これ、プロセスについても残された方が、公正に、まさに総理がお答弁いただいたような公正に資する公文書、これ、情報増えると思うんですけれども、補佐官や官邸のこの補佐官室、こういう業務についても公文書にされた方がいいと私は思うんですけれども、総理のお考え、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣 あの大切なのはこの総理大臣補佐官の補佐を受けた結果としてのま政策の内容や成果これが国民に説明されることであると思いますそしてこの今官房長官から説明がありましたようにこの内容や成果 これはの担当省庁において行政文書としてえ管理され、そして説明をされるものであると思います。あのよって、現状、この総理補佐官に関して、新たにえ何かこの文書や報告、こうしたものを付け加えるということまでは考えておりません。 結果だけ報告されれば、プロセスはまあどうでもいいんだと、どうでもいいというはないんですけれども、そこはまあ省は晴れてるというふうに私には聞こえます、まあ、これ、ちょっと今日テレビ見てる皆さんには、総理補佐官ってなんじゃらという方もいらっしゃると思って、地味なテーマかもしれませんけれども、総理補佐官って人権問題とか、LGBT とか、本当に大事なことを今、総理お願いしていると思うんですね、まあ、そうした周りに働くスタッフも含めて、やっぱり重要な記録、資料というのは、これは内閣が変わっても、引き継ぐべきものは引き継ぐ、公文書として残すものは残すとまあいうことは私は重要だと思いますので、これは繰り返しという今後も。 提案させてていいいたただきたいという,ふうに思っていますでそして今回の問題で、まあ、前向きと申しますか、評価できる点があるとすれば、まあ、総理補佐官が権限外事項で官僚と接触していたことも、これ、省庁側、総務省側が記録に残していた点だと思います。まあ、これがあったからこそ、政策の意思決定過程が歪められていたかどうかを今、まあ、片面からは検証することができているわけで、まあ、これでこの文書で,です、ねまあ、そういうことを検証しているというあの野党の議員の先輩方には私も敬意を表しております。で繰りり返しににははなりますが官僚の皆様にはきちん とと記録をしてていただくここは極めて重要です、まあ、そこで,総理ですそ総理今回の問題を踏まえて、国会議員のみならず、補佐官のような政治任用職員などからの個別的、具体的要求があったときも、後世の検証に耐えるよう、役所側から見た経緯について、文書の作成を正規に義務付ける法改正やルール改正、検討すべきだと考えますが、見解をお伺いいたします岸田内閣総理大臣。あのえー、公文書。 第4は、まあ、現在および将来の国民への説明責任を全うし、民主主義の根幹を支える極めて重要なものであり、えー、この公文書管理法第4条において、行政機関の職員は意思決定の過程や、えー、事務、事業の実績を合理的に後付け、検証することができるよう、文書を作成しなければならない、このようにされています。 また、職員が国会議員と接触した場合における記録の作成等については、国会議員またはその秘書から個別の行政執行に関する要請、また働きかけであって、えーえー、極めて対応が困難なものについて、記録を作成し、保存すること等の閣僚懇談会申し合わせ、 これれが行われているとこころであります、まあ、こうした申し合わせ、また法律に基づいて、政府としては、各行政機関において、ご指摘の点も踏まえて、適切に記録を作成していくべきであると考えておりますお時田俊君。申し訳げりま官房長官も答弁ございませんので、あのご退席いただいて構いません松野官房長官、ご退席いただいて結構です。ありがとうございました であの国家公務員制度改革基本法5条3項1号には、職員が国会議員と接触した場合における記録の作成や保存のルールはありますが、政治任用職員については明確にありませんので、まあ、こうしたところに改善の余地があるということを申し上げておきます。えさて、一方で、まあ、今回の件は行政文書の流出事案でもあり、一部職員による国家公務員法違反の可能性も指摘をされています。まあ、ここは一問飛ばしますけれども、組織内で文書管理がなっていないと、国際的な信用毀損にもなりかねません。 まあ行政文書は不正流出を防ぐためにも、流出のしやすい紙媒体での記録は避けて、総デジタル化、アクセス地域が分かる仕組みにするべきとまあ考えます、まあ、いわゆるペーパーレス化の実現です。まあ、そのためには、リアルタイムでデジタル記録をし、デジタルで保存することが合理的であると考えますが、ほとんどすべての官僚の方がです、ね、まあ、私のような議員との歴史者意見交換会の際には、紙とペンで記録を取っています。 この理由を聞いたところ、まあ、議員や大臣の前で、パソコンのようなデジタル機器を使うのは、失礼に当たるからだというものらしいんですけれども、これ、前段としてね、細かい話かもしれませんが、職員が総理とやり取りをする際に、目の前でパソコンやスマートフォンなど、デジタル機器を用いて記録をし始めたら、失礼に当たると感じますでしょうか、この点、総理の所管いい、岸田内閣総理大臣。 あのえまずあの行政文書については、行政文書の管理に関するガイドラインにおいて、え電子媒体により作成、または取得することが基本とされています、えー。公文書をデジタルで適切に保存することができる新たな公文書管理システムについても、整備に向けたまあ検討を進めているところです。よってあのお尋ねの件ですがあの、ルールに乗って行われるのであれば、 決して失礼などと考えることはありません田、はい、明確なご答弁ありがとうございます、まあ、紙でメモをして、後からパソコンに向かって記録し直すというのは、これ、働き方改革の点でも、DX 化のいう点でも、あまりにも無駄が多く、時代遅れの光景ですから、もう大臣レクとか総理レクの等々においてもです、ね、堂々とデジタル機器を使ってもよいと、ペーパーレス化やろうじゃないかと、これ、推奨をです、ね、ぜひ総理が温度を取って指示していただきたいと思います。 こうしたデジタル化を一つの柱として、この公文書管理の件では最後に、我が党が議員立法としてすでに提出している公文書管理における包括的な改革案を改めて提案させていただきたいと思います。パネル資料1番をご覧ください。まあ、あのいわゆる森掛かけ桜、そして今回のような公文書にかかる改ざんや流出のような疑惑を二度と発生させないためには、公文書等の管理において、1つ、まあ、ペーパーレスを原則とし、改ざん等を防止するための高度な情報処理技術、まあ、ブロックチェーンのような技術の活用を図る。 2、行政文書ファイル等の保存期間及び廃棄の概念を廃止する、つまり永久保存する。3番、国会議員などからの個別的、具体的要求についての文書の作成をきちんと義務づける。4番、行政文書の管理が専門的知識に基づいて適切に行われるために必要な体制の整備、これも義務づける、これらを満たしたです、ね、公文書管理法の改正、これが今こそ必要ではないかと考えますが、総理の見解をお伺いをいたします。岸田内閣総理大臣 あのえー、公文書管理についてですが、まあ、政府においては、行政文書を適切に管理するため、新たな公文書管理システムの整備やガイドラインの改正など、取り組みを進めているところであり、公文書管理法の改正、まあ、この法律の改正については、直ちに必要と考えてはおりませんが、あのこうした あの課題については、まあ、自在に即した制度の見直し、これは絶えずしていかなければならないと思います。あの法律の改正、直ちに必要とは考えておりませんが、こうした課題について、まあ、政府として、まあ、絶えず、えー、この検証をしていかなければならない、まあ、あの法律のご提案をいただいておりますが、まあ、内容について、えー、は、必要であれば、 個別の項目、それぞれの大臣から担当、あの答弁はさせますが、えー、それぞれ、えー、検証する際にあの参考とさせていただきたいと思います。 君ありがとうございますこれ以上、日はまは、格論まで触れませんが、ぜひですね、これ、重く事態を受け止めて、前向きに検討していただきたいと思うんです。まあ、総務省の調査によって、公文書管理のずさんさや、ルールの曖昧さも明らかになりつつあります。今回の問題の確信の一つは、まあ、公文書管理の在り方そのものであり、これ、安倍政権時代からずっとくすぶっている、この問題に、私は岸田総理にこそ決着をつけてほしいと思いますので、法改正を改めて強く提案させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。そして本件におけるもう一つのは 我が国の放送行政の在り方そのものです。時間がないので、まあ、少し質問を飛ばして、総理にまとめて1問でお伺いします。一昨年の総務省接待問題のときも焦点になりましたが、我が国の放送行政は、総務省の権限がこれが強すぎます。まあ、先進国で政府機関が直接、放送行政をコントロールできる仕組みを持っているのは、もはや極めて少数です。そんな権限がです、ね、政府内にあるから フラチナやからが放送内容に介入したんじゃないかと、そんな疑惑が生まれるんだと私は考えています。放送分野における規制の抜本改革に取り組むべきだと考えますが、パネル資料の2番、これをご覧ください。我が党がすでに議員立法を提出しているとおり、放送の免許については民間に開放し、競争によって申請者を選定する、電波オークションを導入する、そしてレアワンの電波管理委員会ともいうような第三者機関、 中立官がそれを管理、監督をする、こうした民間の創意工夫や競争を促しつつ、政府による電波、放送内容への政治介入疑惑が二度と起きえないような抜本的な体制変更、改革に踏み出すべきと考えますが、この点についての総理の見解をお伺いをいたします岸田内閣総理大臣。えっとまあ、委員の方から、まあ、ご提案もいただきましたが、例えばあの、我が国においても、この電波管理 委員会というものがまあ存在し、昭和27年に、この責任の所在が不明確であるとの理由から廃止された、こうした歴史もあります。で我が国はあの議員内閣制を採用しており、この内閣の一員である各省大臣が責任を持って行政を執行することが原則であるという、と,と認識をしております。また、放送を含む情報通信分野は、 技術革新や国際競争が激しくえ、国家戦略的対応が求められます。したがって機動的、総合的な判断が,が可能となるよう、えー、そのかつての、まあ、電子管理委員会のような独立行政委員会方式ではなく、内閣の構成員である大臣の責任の下において、規制と振興をともに迅速に、 取り組んでいく体制が有益であり、そして適当である、このように考えております。 おとぎた俊君。まあかつてははいあって廃止されたということなんですが、中立機関の設置もこれ電波オークションももはや G7 で我が国だけが採用していないものであって、まあ外形的に言論の自由が弱い国だと海外から評価されかねない構造となっています。放送行政のあり方をこれを機に、えー、全面的に見直していただきたいと思います。時間がなくなってしまったので、えー、ご要望だけですね。まあ、出産費用の無償化についてこうやりたいと思っていました。菅義偉前首相が出産費用も保険適用にして自己負担を補助すべきだと明言されて、えー、主要政党の中で唯一この保険適用と実質無償 掲げている日本社の会としては背中を押される思いであって、またきょう、今日すみません、厚労大臣にも通告してたんですけれども、ちょっと大人の高い時代の答弁長くてですね、<laughs> あのちょっと質問いけません、申し訳ございません、また議論させてください、終わりまますありがとうございました以上で音喜多俊君の質疑は終了いたしました。